ああ、ハートが一個なくなってしまったのがちょっときついな。ドラマめっちゃ気になっとるやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もまたこの島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。ほい、アイパミュさん。和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ふわふわ型、究極の癒し系タイプ。楽しいことはすぐに顔に出る。嫌なこともすぐ顔に出る。久々の和み系やね。最近あんまりおらんかったことない。あ、ほんとなんか割合変わってきたんかな。ほい、じゃあこれからよろしくお願いします。お、なんだ、ニュース速報が。え、何、人数？おー、祝人口50人達成。やべえ、目標まであと50人。みんなめっちゃ盛り上がっとるね。みんなジャンプ力半端ないな。ほいほい。50人やって50人。めっちゃ賑やかやん、もう。ほい、それじゃあマンション行こう。さあさあ、それじゃあ、お、みんなノリノリだな。おー、チャーリーさん、なになに、ストレスをそれにぶつけているの？もうそれで発散できたんじゃない？大丈夫じゃない？で、ん？ってことは、シッシーさんとチャーリーさんってことか。それじゃあ、入るよ。もうサンドバッグでイライラ静まったんじゃない？まだなの？それ以上に沈めてあげることができるかしら。仲直りして。沈めるためにやってたんじゃないのか。ほい、それじゃあどうだろうな。甘いものよりは、甘いものの方がいい？いや、なんかちょっとこうさ、こう、なんだろう。美味しいもの。うな重とか。うな重とか。はい。どうぞどうぞ。夏バテ予防にもなるよ。だいぶお腹太ったね。まあまあ美味しかったようです。お、レベル上がった。ほい、それじゃあ道具。何がよろしいかな。結構スポーツ系なんよね。あ、全体的にスポーツ系だ。バット。じゃあそこにバットを加えよう。はい。素振りでもしたらよりスッキリするよ、きっと。道具、バットをプレゼントしました。収まってないのかよ。収まれよ。仲直りして。じゃあ、このイライラを沈めてください。そうだね。それじゃあ、何が良いの？風邪薬じゃダメだな。まあ、万華鏡。ほら、綺麗なものを見て心を落ち着けよう。今はそんな気分じゃありません。何ですって？オルゴールと何が違うんだ？聴覚に訴えかけた方がいいかな。じゃあ、オルゴール。はい、これならよろしいのでしょう。どうぞどうぞ。万華鏡を見る気分じゃないけど、オルゴールを聞く気分ではあるっていうのは意味がわからないんだが。そんなもんなの？どう？落ち着いたかい？よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。うん、行っておいで。チャーリーさん結構手強いね。気分が落ち着くまで。ふふ。シッシーさんこのアンテナ好きやね。なんかちょっちゅうつけとるイメージ。この間はごめんなさい。シッシーさん。こちらこそごめんなさい。あ、よかったよかった。シッシーさんめっちゃ穏やかよね、喋り方。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよ。ね、ものすごい。ストレスをサンドバッグにぶつけよったもんね。
なになに？お、実用品や大人スプレーをもらいました。ほい、ということで、今回新しく増えた、アイパムさんの部屋に入ります。最近こういうなんかお姫様系の子が増えてきたね。アイパムです。究極の癒し系女子って言われます。究極の癒し系。すごいな、いるだけで癒される感じかな。ご飯もあげたくなります。ああ、それは確かに癒される。癒される。でもってアイパミュさ、あなたもお腹空いてるみたいだから。何がいいかな？やっぱ甘いものよね。やっぱ甘いものよね、とか勝手に決めるけど。さあ、チョコパフェをどうぞ。いやー、いいね、いいね。キラッキラやね、部屋。どう？お腹満たされた？結構美味しかった。よかったよかった。マキさんもこんな部屋やったよね。何の部屋って言うんやろ、これ。ほい、それじゃあ、サキちゃん行こう。入るよ。どうもどうも、何もやってるの？グッモーニング。グッモーニング。新しい帽子が欲しいです。あ、新しい帽子が欲しくなったか。って言ってもね、新しい帽子。ちょ、買いに行こうか。いらっしゃいませ。パーティー、違う違う、本日の品。熊の髪飾り。チノ、マリン帽子。チノの帽子。何チノって。イタリアってことかな。じゃあマリン帽子。これかわいい。いいね、いいね。でもセーラー服とかやったらもっと似合うかな。ほい。これどうぞ。今のこの服にはちょっと合わんかもしれんな。あ、でもかわいい。かわいい。すごく気に入ったようです。よかったよかった。マリンルックだね。アキとは毎日のように遊んでます。おお、マジで？アキちゃんの方が親友なんじゃないかい？でもってお腹が空いてそうだから、何かさささっと食べとこうか。さささっと。きつねうどん。はい。腰がしっかりしてそうなうどんだな。お、いいね、いいね。いい食べっぷりだね。まあまあ美味しかったようです。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、久々にちょっと歌を。多分ね、私演歌だけ与えてなかったんかな。ということで、演歌を、あげます。歌ってね、さきちゃん。歌、演歌をプレゼントしました。そして早速歌ってください。ほい、演歌。歌ってもらう。雨の食いなばし。なんだそれ。みんな髪型が変わってるから誰が誰だかわからない。愛ちゃんだけわかるかな。あ、手前のはノアくんかな。歌ってる人が一番演歌っぽくない格好してんだけど。もういいね、いいね。なんかいい、今のアングルとかも。おー、かっこいいよ、さきちゃん。お、みんなからの拍手が。あー、いいな、いいな、演歌いいな。日本って感じやね。楽しかったね。さきちゃんが楽しかったのかわからんけど。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、で、お、ニュース速報。なになに、今度はニュース速報です。ほいほい。いつの間に通信で、お、いつの間に通信、夏のワンピースが染色入荷されました。いいね、いいね、季節に合ったものが。お店に入らない
くとなっていますので、この機会にそこなぜ、そこなぜモデルを女にしなかったの？以上、ニュース速報。ワンピースだよね。え？ワンピースだよね。ありがとう。ほい、それじゃあ、早速マンション行ってみよう。わけがわからないな。さっきなんか、お、来たぞ。ケイ君、うわ、すげえジタバタしよる、かわいい。入るよ。てか、そのお面好きね。ちょっとだけ、そっとしておいてください。ダメダメダメ、聞くよ。どうした？実は桃のことが好きです。おー、桃ちゃん。桃ちゃんか、いいじゃん、いいじゃん、手伝うよ。どんな感じで告白したらいいですか？ね。どうだ？ロマンチ、プレゼント。何をプレゼントすればいいですか？なんかいいものあったかな？赤い糸。赤い金のイヤリング。重いかな、アクセサリーって。口紅。ぬいぐるみ。ぬいぐるみ。ぬいぐるみぐらいがいいんじゃない？熊のぬいぐるみ。白くてモフモフキュートなぬいぐるみ。名前をつけて可愛がってあげてね。告白する場所はどこがいいでしょうか？告白する場所は、公園で。その前に着替えた方がいいですかね？そうだね。とりあえず、顔は見えた方がいいと思う。これで、行ってらっしゃい。それでは、勇気を出して告白してきます。頑張っておいで。ああ、こっちまで緊張するね。セミの鳴き声聞こえるやん、めっちゃ。熊のぬいぐるみあげるから、付き合ってください。言い方。言い方。こちらこそ、よろしくお願いします。おー。やったね。ぬいぐるみに釣られたわけじゃないよね。よかったよかった。おめでたいよ、キエくん。うまくいきました。あ、すげえな。友達から親友を経て恋人に。あ、やばい、めっちゃいいやん、漫画みたい。よし、じゃあ道具のプレゼント。さあ、どうしようかな。その嬉しい気持ちをちょっと、ギターに乗せて歌うとかどうすか。機材かな。道具、ギターをプレゼントしました。これにこれもあげます。なになに？お、実用品、一応役をもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ次、ココちゃん、入るよ。アリスちゃん一緒におる。こんにちは。こんにちは。髪の毛も染めてみたいです。お、マジで？髪の毛染めるか。何色がいいかな？毛染めスプレー。めっちゃ大量にあるやん。ほい、どうぞ。ココちゃん黒髪が一番いいと思うけど、可愛い色。どの色に染めたらいいですか？何色がいいかな？かわいい色やろ？かわいい色。ピンク系かな？ピンク系、大胆すぎるかな？いや、でもほら、この辺の色やったら、薄すぎず濃すぎず、どうすか？わかりました。ほい。いやー、緊張する。どう？どう？お、にゃっとんやない？どうですか？似合いますか？似合ってると私は思うよ。グッドグッド。めっちゃ印象変わるな。マジで、アユラに似てる人っていうのは私自身のことかな。ありがとう。ほい、そしてアリスちゃん行こう。入るよ。どうしたどうした？どうもです。どうもです。くしゃみが出そうで出ません。お、来たぞ。くしゃみ。くしゃみ。ほい、スタートー。ん？スタートー。さあ、濃い花。羽で鼻のあたりを。上すぎか。あ、今ストレートで来たかと思ったのに。これさ、一回こうやって収まった時はさ、もう最後まで出ない気がするんだよね。ほら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 、どうよどうよ。はい。はい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 、小刻み小刻み。なんだと？収まっちゃったよ。収まっちゃったよ。なんか微妙な気分です。
だよね。ちょ、ミーニュースを見てみよう。見てみよう。ほい、お願いします。映像コンペグランプリ決定。あゆな映画祭。お、なんか可愛いんですけど。クマのぬいぐるみとネジ、そのまんまだな。どういう話なの？マジでクマのぬいぐるみとネジの恋なの？映像のっていうか設定がなんか新しい時代だわ。ねえ、大変だね。てか、コマ撮りってめっちゃ大変って聞くよ、本当に。マジで。マジで、マサオさんのアイディアやった。それはちょっと原作者として出ていかんと。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、マンション行ってみよう。ミルキア君行こう。入るよ。眠そうだね。めっちゃ眠そうだね。グッモーニン。でもこんなとこで寝れんくない？お、くしゃみか。手伝うよ。羽で鼻のあたりをく、ん？鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。さあ、来い。ささ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 。縦じゃないといけないというルールはきっとないはず。さあ、出すがいい。お、こ、来いよー。いや、縦の方がいいんか、やっぱり。目だ、それは。縦の方が。いやー、収まった。でも、あれって正直さ、縦にやったらめっちゃズボズボ、鼻の穴に入ってますよね。微妙な気分。だよね。そして、朝一。今回は？お、豆腐豆腐。買うよ、当然。安っ。お、なに？立ち止まったぞ。買う？シンくん、お買いになるの？めっちゃみよりやん。めっちゃみよりやん。ほいほい。でも私正直ね、普通の豆腐よりも、卵豆腐がすごい好きなんよね。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。卵豆腐めっちゃうまくない？味しっかりしとるよね。ほいほい。ツリークライミングがブーム。ツリークライミング、マジで？え、そういうの？普通にでっかい木を想像してたんだけど全然違った。元気だな、みんな。まあね。あら、鍛えてるね、アリシちゃん。ほい、ありがとう。お友達マークが。てっちゃん、入るよ。誰かとお友達になる？どんどん増やしてってね。おはようございます。お、みくるちゃん、いいやん、いいやん。紹介するよ。みくるちゃんね。まあ、世間話とかで。ほい、いってらっしゃい。きっと女の子は基本的に難しい話よりも簡単な話の方がいいと思うんだ。まあ、私はっていう話やけどね。だって友達になりたいっていうのになんかすごい真面目な話されてもなって感じじゃない？お、うまくいきました。よかったよかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ。お礼にこれもあげます。ん？なになに？お、実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃライチちゃん行こう。入ってよろしいかな？入ってよろしいかな。かわいいでしょ。かわいいよ。新しい服が欲しいです。お、新しい服。
系統は別にないんやね。どんなんがいいかな。不思議の国、前結び。この辺、ゆかちゃんとか似合いそうよね。ちょっと買いに行ってみようか。いらっしゃいませ。ほいほい。あ、ウェイトレス超かわいい。サロペット。あ、これいいんじゃない？サロペットかわいいよ。リボンがチャーミングなサロペットに、斜めストライプを合わせて。ほいほい。じゃあこれをプレゼントするね。ほい、どうぞ。あ、ほらほらほら、いいな、いいな、私は好き。結構気に入ったようです。よかったよかった。おしゃれな感じよね。寝てる人の顔にタッチ。寝てる人にいたずらをしちゃダメだよ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ今回はこの島に新しく住んでもいいよという方がまた来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、それじゃあ QR コードを読み取る。ほい、モカタン。ノリ系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、キラキラ型、みんなのアイドルタイプ、いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。でっかいリボンがいいね。かわいい。ほい。ほい、それじゃあマンション入ってこう。なんかめっちゃセミの鳴き声が聞こえるんやけど。お、久々のハート。ゆまぴーちゃん、入るよ。どうしたどうした、思い悩んでいるの？はぁ、あ。相手は誰？おお、ケンくん。ケンくんはね、リンちゃんと付き合っているからダメなの。相手がいるからだよ。そうそう。やっぱあれかな、モテる男の子とか、モテる女の子とか、決まってきとんやろうか。リンちゃんがいるから。ほら。ね。かき氷でも食べて、気分を落ち着けてくれ。どう？結構美味しかった。もう夏も本番になってきたけんね。セミも鳴いてるし。ゲームの中で。今回新しく来た、モカタン、入るよ。すごい、なんかめっちゃ可愛いんやけど、この部屋。なんか、ほわほわしとるね。一緒にいると楽しい女だそうです。一緒にいると楽しいってどんな感じなんやろ。喋る内容とかかな。マンションの窓から部屋も覗くとき、タッチペンのスライドで次々覗けます。次々、タッチペンつけたままってことかな。ちょっとやってみよう。とりあえずお腹空いてるだろうから。何かしら。あ、ポテトいっぱいある。食べる？フライドポテトって結構お腹いっぱいになるよね。しかもなんかこれお皿いっぱいにあるし。どうどう。まあまあ美味しかったようです。お、よかったよかった。ポテト好きよ、めっちゃ。マックのポテトも好きやし、なんかファミマのポテトも好き。スライド。あ、こういうことね。なるほど。でも見えない。ほい、それじゃあガイタン。ガイタンくん行こう。入るよ。一緒に遊んでくれますか？もちろん。遊ぼう遊ぼう。モザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。モザイク最近結構髪色とかも変わってきた子おるけんね。第1問。お、アユナじゃね。スッと。アユナ別に何も変わってないけんね。モザイククイズ、第2問。ででん。これは誰でしょう？うおー、エナッチ。てか、女の子としかわからないけど。エナッチでした。イェーイ。モ
マイククイーズ、最終問題。最終問題、ででん。これは誰でしょう。誰だ。え、あ、でもケイ君、髪の色が違うけん、台湾さんだ。よね。全然わかんないよ。普通にわかんない、消去法だよ。おめでとうございます。女の子ではない、とか。あ、髪の色が違う。あ、台湾さんとはわからんかった。じゃあ一番大きいの。お、お宝ブラウン管テレビをもらいました。ブラウン管テレビやって。そして、噴水平場に誰かおるね。お。なんかよくさ、ここで、こうやって、シュールコおるけどさ、なんか、体を鍛えるの流行っとんやろうか。でも健康には良さげ。ね。そして喫茶店。あれはあやかちゃんかな。お？店内でかかっとる音楽になんか、普通に歌詞ついてない？流せよ。なんか普通に歌流れよった今。ほい、そして遊園地。お、さきちゃん。別に誰が乗ってるわけでもないんだよね。こういうのってなんやろ。白馬が好きなんかな。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。4時になりました。ミーニュースをお伝えします。ほい、お願いします。あゆなさん初登場。誰が初登場したの？おお、しんくん。無酸素で挑み、やばくね。え、あゆなさんそれ、え、あゆなさんそれ手作りっすか。やばいね。え、しんくん、シーンくんのサイズ感に衝撃だわ。マジの耳に聞きました。まだまだ、そんなわけないでしょ。これってドッキリですよね。よね、ドッキリですよね。それはどの範囲だ。サトルがお伝えしました。ほい、ありがとう。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ今回もこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、じゃあ QR コードを読み取る。はい、レン君、和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ふわふわ型、究極の癒し系タイプ、楽しいことはすぐに顔に出る、嫌なこともすぐに顔に出る。ん、なんか、なんやろ、マジシャンって感じの格好しとる。楽しませてくれそうな感じよね。はい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行こう。お？お、お？これは、アスムどうした？どうしたんだい？切ない。ほう。これはやっとか。おー、いいやんいいやん。もうめちゃくちゃ応援するよ。どこでプロポーズするのがいいでしょうか。ね、プロポーズする場所ね。それは、それは、駅のホーム。着替えた方がいいですかね。着替えは、このまんまでいいと思うよ。うん、爽やか系で。プロポーズをするタイミングに自信がありません。はぁ、あ、これ私めちゃくちゃ責任重大やけんね。頑張らんといかん。ほい、頑張るよ。わかった。それでは、プロポーズに行ってきます。行ってらっしゃい。今日も楽しかったね。なんか前にね、そうね、なんか個人的にアスムくんとユニポンちゃんが、早く結婚してほしいですって言ってくれた人がおったけんね、前に。気合い入れ、気合い、気合を入れていかなければ。ドラマの話じゃないんだよ、ユニポンちゃん。もっとアスムのことを考えてあげて。帰るの、寂しいね。そう。そうね。びっくりした、タイミング間違えたかと思ったやん。合っとるよね。
Good。 あー、ハートが一個なくなってしまったのがちょっときついな。ドラマめっちゃ気になっとるやん。え、今のダメだった？え、今のダメだった？マジで？聞こえなかった。え、いけたと思ったんだけど。何がダメだった？いや、なんでもない。え、消えてた？タバコになってた？へえ、難しい、わからぬ。おい、誰だよ、くしゃみしたやつ。聞こえなかった。おいー。いや、なんで。誰のくしゃみ、許さんよ、ちょっと。ハートが。ユニポンちゃん、ユニポンちゃん、話を聞いて。あすむ。なんてことだ。うわー、去ってったよ、ユニポンちゃん。悲しげなアスム。ごめんね。うん。また早く、プロポーズをしようと決心してね。何も話そうとしたんだっけ？ま、いいか。ごめん、なんかショックすぎていろいろと、記憶喪失にまでなりよる。ちょ、ごめんね。いいものあげるから。リンゴ飴とか。はい。どうぞ。リンゴ飴ってそういう方向で食べるもんやっけ？あ、結構美味しかった？よかったよかった。機嫌は治ったかな？そんなもんで治るようなもんじゃないよね。プロポーズやもんね。マキさんは怒ってないね。友達募集中？入るよ。どうもどうも。こんにちは。友達になりたいです。お、リカちゃんと、いいやん、いいやん。紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？どんな感じやろ。手短にかな。リカちゃん結構早口な感じやけん。シャシャシャって話してあげた方がいいかもしれん。頑張れ。ここも結構扉との境目が、結構っていうか全くわからんな。こう、壁を手探りな感じでいかんと、内側からは開けんような感じになってない、あれ。お！仲良くなれた？おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。お礼にこれをあげます。お、なになに？お、実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。女子会が開催されている。これは覗かなくては。あ、なんか楽しいところないかな？遊園地とかきっと楽しいと思うよ。そう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 、同じこと言った。え、公園なの？最近、金のブレスレットがすごい流行ってるらしいよ。金のブレスレット、え、銀か。銀のブレスレットか。でも私もアクセサリーはシルバーが、ゴールドよりシルバーの方がいいなって見た目的に思うんやけど。でもピンクゴールド可愛いなって最近思うよね。ブリキのおもちゃに囲まれる生活？それが幸せ？ね、ね、聞いて。昨日、部屋に虫が入ってきて。おお、もしや G とか。信じられない。信じられない、そんなに。今度、スイートポテト持たれたいな。探偵。されよう、されよう。なんかこういう会話よく女子高生とかであるよね。今度パフェ食べに行こうよ、みたいな。そんなに匂ったの？なになに、マイブーム松ぼっくりなの？メニュー浮かぶんだ。なぜ？ほい、じゃあメニュース見てこう。ほい、お願いします。お、マジで？マジでガイタンくん誕生日？おー、いいね、いいね。おめでとうございます。細子さんとチータンくんが、お祝いに駆けつけてくださってるよ。これってさ、一緒にお祝いしてくれる人が、なんか有効度高いとかそういうことなんかな？関係ないんかな？ありがとう。おめでとう。いいね、いいね。マ
ジノミーに聞きました。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。産んでくれた両親に感謝ですね。ね、ここに存在できていることに感謝だ。ジノミーユースセガキングがお伝えしました。ほい、ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。